仕事の休憩中にインスタグラムをチェックしていたヨンちゃん。目に留まったのは色とりどりの宝石ではありません。実は琥珀糖というお菓子なんです。その見た目から食べる宝石とも呼ばれ、外シャリ、中プルの食感も楽しいと人気です。そんな琥珀糖を数多く取り扱っていると聞いてやってきました。今年4月にオープンしたこちらのお店、まるでアクセサリーショップのようなカラフルで乙女心をくすぐるディスプレイには、さまざまな味の琥珀糖が25種類以上並びます。琥珀糖は寒天と砂糖を煮溶かして固めて乾燥させた和菓子です。その歴史は江戸時代に遡り、口なしの実で琥珀色に染めたことが名前の由来なんだとか。3日から1週間ほど乾燥させると表面が結晶化します。これが独特の食感の秘密なんです。おしゃれなギフトボックスもあるので、贈り物にもどうぞ。甘いものが苦手な方にはビターな味わいのコーヒーもおすすめです。店には琥珀糖以外にもクリスタルな人気商品が。ミルク寒天の色鮮やかな花を閉じ込めたゼリーです。花びらは一枚一枚丁寧に仕上げています。大きいサイズはパーティー映えすること間違いなし。食べるのはもったいないけれど、爽やかな甘さでとっても美味しいんですよ。見た目も味も大満足なスイーツが見つかり、父の日の贈り物を予約して帰ったヨンちゃんでした。つなげる、広がる。